ドゥカティ851。ドゥカティ851とは、ドゥカティがかつて製造販売していたオートバイの車種である。1988年から1994年まで販売された。ホームページでは、851の発展形である888についても述べる。このシリーズの別名でもある、スーパーバイクには、スーパーバイク世界選手権のための車種といった意味が、 込められている。それまでの750回一に変わる次期機関車種を模索していたルカティは1985年頃から開催の兆しがあったスーパーバイク世界選手権への出場を見据えて新規車種の開発を始める。この新車種ではレースでの成功が最重要課題とされた。ルカティはこれまでも レースでの成功を販売成績につなげてきた実績がいくつもあったからである。そして新車種には当時の主任技主の右腕だったマッシモ・ボルディが構想していた水冷4バルブ燃料噴射というドゥカティとして新機軸となる機構を盛り込んだ新世代エンジンが搭載されることとなった。最初の試作機は1986年に登場した750回1の パンタエンジンを元としたレース用車両である。排気量こそ 748cc ながら、水冷4バルブ化されたエンジンを搭載する。このレース用車両は、初戦となる1986年のボルドール24時間耐久レースでは15時間目にリタイアという成績だったが、その後も開発を重ねて 851cc まで排気量を拡大され、1987年の デートナボトレースで優勝する。そしてその年のミラノ賞で試作型が発表。翌1988年より販売が開始された。851が販売開始された1988年から開幕したスーパーバイク世界選手権にルカティは早速851で参戦する。初年度の開幕戦から優勝するという素晴らしい滑り出しから徐々に 車両の改良を重ねながら速さを増していき、1990年の初の年間優勝から1992年まで3年連続の年間優勝など素晴らしい成績を打ち立てる。そうしたレース活動を通じて851と、その発展系の888は開発と改良が続けられ、それらの結果は市販車へも反映、年を追うごとに各部に変更が加えられた。 そして1994年には、レースでのさらなる戦闘力を求めて、エンジンと車体の双方を全面的に刷新した、後継車種916が登場。851シリーズはその役目を終えて、販売を終了した。851シリーズは、ルカティで水冷4バルブエンジンを搭載する。 初のシリーズであり、レース活動を見据えて開発された、ドゥカティの新たな機関車種でもあった。そのエンジンや車体には、多くの新機構が盛り込まれ、年を追うごとに各部が改良されていったが、ここでは、ほぼ全年式に共通する、主な特徴を挙げる。エンジンは、水冷4ストロークデスモドロミック DOHC4、バルブ90度、V 型二気筒という、ドゥカティ伝統の、 L ツインでありながら新機構を多く盛り込んだものとなっている。特にコスアース社の助言を得て DOHC4 バルブ化されたシリンダーヘッドはただでさえ複雑になりがちなデスモドロミックでマルチバルブ化に成功したという点でドゥカティのその後の進路を方向づけたとも言える。また当初750回一のものを流用していたクランクケースは開発途上で 強度不足などの問題が判明し、新たに高強度のクランクケースが心臓された。この心臓クランクケースのおかげで従来では5段が限界だった変速機を6段まで搭載可能となり、後の排気量拡大にも対応できた。吸気方式には当時オートバイではまだ珍しかった電子制御式燃料噴射をいち早く採用しており、これも ドゥカティ初採用の機構として851シリーズの特徴となっている。排気系はパゾと同様の10文字系2から1から2の集合方式が採用された。車体にも多くの新機軸が盛り込まれた。フレームは形式としては750回1と同じ交換とレリスフレームながらトラスの組み合わせ方を刷新して構成が向上している。なおシートレールは メインフレームとは別体式とされる。前側サスペンションは、当初は、成立式、フロントフォークを採用、途中から、倒立式を採用するようになる。後ろ側は前年式を通じて、ショックユニットを、フルフローティングマウントとした、ベルクランク型アッパーリンク式が採用された。なお、このベルクランク自体とそれを、スイングアームへ連結する用句には、調整機構があり、 ショックユニットとは別に車高やリンク比を調整できるようになっている。851シリーズはレース出場のためのホモロゲーション車種という性格もあって毎年のように各部に改良が加えられていった。そのために年式ごとの違いが多く、それに加えて高性能限定版やレース仕様といった特別版も存在するためにそれぞれの違いは非常に複雑である。 ここでは主に行動仕様である通常版と高性能限定版にて述べる。851として最初に登場した車種であり、1988年のみ販売された初期型である。行動仕様の851ストラーダは300台限定の生産で、その他にホモロゲーション資格獲得のためのレース様851キットが 限定207台として存在した。エンジンは、旧排気バルブがそれぞれ9機3 2 m m 径に、排気2 8 m m 径、シリンダーボア 92mm にピストンストローク 64mm と、ショートストローク型で、排気量 851cc とされ、圧縮比が10.41で、最大出力は 102PS。 最大トルクは 8.7kgm とされた。ウェーバーマレリ製の燃料噴射は 50mm 系、スロットルボディと1気筒あたり2個のインジェクターを持ち、ストラダでも1気筒あたり2個装備されるのはこの、年式のみの特徴となっている。また、冷却水経路の一部にフレームを利用するのも1型の特徴で、サイレンサー形状も、この1型のみ750パソと同タイプとされた。 車体については、キャスター角27.5度を持つフレームは銀色に塗装され、メインスパー中ほどには、ねじれ剛性を高める目的で左右をつなぐ補強パイプが設けられていた。カウルや燃料タンクなどの外装は、塗色がイタリア国旗の赤白力の3色に塗り分けとされた。なお、カウルは、光年式よりやや大柄で、パゾと同様のウィンカーが一体化したミラーを、用、 前輪を覆うフェンダーも、深めの外観、アルミ製の燃料タンクも、後年式よりやや大柄で容量は22リットルと、された。ホイールは、前後16インチで、寸法が、前輪130、60から16に、後輪160、60から16のラジアルダヤを採用。ブレーキは、前後とも、ディスクブレーキ。 前側はオフセット量の多い七百五十回一 k の二百八十ミリメートル系のフローティング式ダブルディスクにブレンボ製同型対抗四ピストンキャリパー。後ろ側は二百六十ミリメートル系のフローティング式シングルディスクにブレンボ製対抗二ピストン式キャリパーが採用された。サスペンションは前側に四十一点七ミリメートル系の丸属規制成立式を採用。後ろ側も 丸属器製の前兆正式が採用された。なお、1型は、ストラダでも座席が一つだけの一人乗り仕様であり、車両乾燥重量は 180kg とされた。なお、851キットでは、エンジンは、9機、排気ともレーシング A カム、別名 SP カムに、変更や、圧縮比が10.6、1、ベルリッキ製専用メガホンタイプマフラーで若干、高められるなどして、 再出力が 121PS となっていた。車体では前後17インチのマグネシウム製ホイールを採用し、タイヤは前輪12、60から17に後輪18、67から17のスリックタイヤを採用。スイングアームが下側に補強ブリッジが追加された形状となるという違いもあった。 なお車両乾燥重量は 175kg とストラーだより軽量になっている。851は登場翌年の1989年に早々と大幅に手を加えられて851ストラーだとして販売される。なお、この年にはレース仕様として排気量 851cc の 851SP1 と851コルサが存在し、 ストラーダのエンジンは、排気量は同じながら、圧縮比を11.0、1に高めて、クランク軸で、最大出力 105PS、9000RPM へ向上。ただし燃料噴射のインジェクターが1気筒あたり1個へ、減らされ最大トルクは、0 6 k g m と若干減少した。またこの年式から冷却水経路を一新して、フレームを冷却水通路の一部として使用しなくなる。 なお、サイレンサーがアルミニウム製円筒形状となったのも、外観上の変更点として大きい。851SP1 のエンジンは、吸気バルブファイ32ファイ33、排気バルブファイ28ファイ29とし、圧縮費用11.5、1に上げるなどの変更を受け、クランク軸で 122PS、1万 RPM となっている。車体では、まず改装が移進された。 ミラーは前年のインカー一体型から単体の丸型となってアッパーカウル上部に取り付けられるようになりカウルの塗色もトリコロールから赤を基調としたのへ変更されたフレームは白色に塗装されキャスター角が3度立てられた24.5度となりトレールも 105mm から 95mm へ短縮ホイールベースも 30mm 短い 1430mm となった 燃料タンクは材質は同じアルミ製ながら形状が変更され容量が20リットルへ減少したバッテリー搭載位置がシートレール後端からエンジン右横へ移動して前輪荷重が高められたホイールは前後17インチ化されてタイヤ寸法が前輪120、70から17に後輪180、55から17となりブレーキは前側が オフセット量の少ない3 2 0 m m 径のフローティング式ダブルデスクへ変更され、後ろ側が2 4 5 m、mm、m 径のリジット式シングルディスクへ変更された。なお、ストラーダでも一人乗り仕様なのはこの年式までである。この1990年式より、行動仕様は通常版の851ストラーダと200台のみの 高性能限定版 851SP2 という2種類が販売されるようになる。なお、前年の SP1 は S 仕様で、行動走行不可であったので、行動仕様としての s p 系は、この SP2 からとなる。ストラーダのエンジンは前年と同仕様の排気量 851cc で、インジェクターが1気筒あたり1個のままであり、最大出力 105PS。 9000rpm を発揮。sp2 では、車種名こそ851だが、シリンダーボアが 94mm となって、排気量が 888cc へ拡大され、最大出力 109ps、1500rpm を降輪で発揮した。他にも、851sp1、同様旧排気バルブが 1mm ずつ拡大されて、9機 33mm 系に、 排気 29mm 系となり、インジェクターも1気筒あたり2個に増え、オイルクーラーが追加されたりしている。なおこの年式から、クラッチレリーズが、車体右側クラッチカバーに内蔵される形式ではなく、車体左側に取り付けられた、レリーズピストンから、プッシュロットを介して、クラッチを作動させる形式と変更された。この変更は、ストラーダ及び SP2 の両方で行われている。 車体については、ストラーだが、二人乗り仕様となったためにシートレールが、スチール製となり強化され、後部座席とタンデムステップが追加された。SP には一人乗り仕様とされ、アルミ製シートレールを採用された。以降、SP3、SP4、SPS、SP5 まで SP 系は、アルミ製シートレールになっている。前後サスペンションが、スウェーデンのオーリンズ車製になり、 フロントは、レース仕様とも言える 42mm 系統立式へ変更された。851SP には、オーリンズのフォークを市販車に、初めて採用したモデルだろう。リアには、オーリンズの DU8070 を使っている。ストラダの前後サスペンションは、前年を踏襲し、丸ぞっに変更はない。前後ホイールは、ブレンボ、タイヤは、ミシュランハイスポーツ。 そしてブレーキもブレンボに、ストラーダも SP にも前輪のストラーダを踏襲しており、大きな変更はない。1991年式も、行動仕様として通常版851ストラーダと約500台生産された、高性能限定版 851SP3 の2種類が販売された。ストラーダのエンジンは前年と同様のまま、インジェクターが1気筒あたり1個で、 最大出力 105PS9000rpm を発揮。SP3 も基本的には前年の SP2 を踏襲しており、排気量 888cc でインジェクターは1、気筒あたり2個で最大出力 128PS1500rpm111PS 降臨を発揮した。ただしストラーだと SP3 の双方で燃料噴射の特性など、 細部の熟成が図られており、中速域のトルクや、スロットルレスポンスが向上している。また、SP3 は、サイレンサーを SP2 よりも高い位置まで上げ、リアウィンカー近くにエキゾーストエンドがある。排気量やプログラムの違いの他に、バルタイ、バルブのリフト量、クロスしたミッションなど、車体だけでない多くの魅力がマニアを引き付けていた。車体については、ストラーだから、 サスペンションが変更され、前側に 41mm 系昭和製倒立式、フロントフォークが採用、後ろ側も昭和製ショックユニットが採用された。またミラーは、同年にモデルチェンジした 900SS と同等品となる、角型のビタロー2製へ変更された。SP3 では、ミラーがストラーだと、同じくビタロー2製に変更された他に、シートカール側面に、 白色の絶景スペースを設け、サスペンションは前年の SP2 と同様の前後オーリンズ製が採用された。1992年式になると、通常版は851ストラーだと851を名乗るが、高性能限定版は 888SP4 に888、SPS と車種名が初めて888となった。 この年はストラーダもエンジンに手が加えられた。インジェクターは1気筒あたり1個のままながら、旧排気バルブがそれぞれ 1mm ずつ拡大されて、SPK と同じ吸気3 3 m m 系に排気2 9 m m 系となり、圧縮比は10点を1へ下げられながらも、最大出力は 95PS を発揮した。SP4 では基本的に前年の SP3 を踏襲しながら、 最大出力 111PS を発揮。SPS では、SP4 よりも、さらなる高性能を目指し、旧機3 4 m m 径に、排気3 0 m m 径の大型球排技バルブ、カムシャフト、H 断面、コンロット、クランクシャフト、湾曲型ラジエター、テルミニョウに精細レンサーなど、レース仕様である888コルサの部品を、随所に採用し、 最大出力 120PS を発揮した。車体については、この年式で、またもや外装が変更される。シートカウルがやや細身の形状に変わり、サイドカウルも細部の形状が変更され、センターカウルが追加された。ストラーダでは、シートカウルに格納式のグラブバーも装備された。フレームも細部が改良され。 ステアリングヘッド周りの製造方法や前側ステッププレートの取り付け部分の形状が変更されている。燃料タンクは前年までのアルミ製から一般的な鉄鋼製となり、上面全部にヘア抜き用のと粒がある形状に変更され、容量が17リットルとなった。タンクは SP4 でも同様とされた。ただし、SPS のみカーボン製タンクが標準装備とされ、 同じく前側フェンダーもカーボン製とされた。ブレーキは前側に、ブレンボ製イケー4ピストン式キャリパーが、ストラーだと SP4 及び、SPS に採用された。前後ホイールと、タイヤや前後サスペンションは、ストラーだと SP4、SPS ともに前年を踏襲している。この最終型となって、ようやく通常版も888ストラーだとなる。なお、 高性能限定版 888SP5 は1993年のみの販売で、888ストラーダは1994年まで販売された。前日の通り、ストラーダもこの年式になって、排気量が 888cc へ拡大された。インジェクターこそ1気筒あたり1個のままで、最大出力は 100PS とそれほど向上していないが、 前年までの 851cc 仕様と比べて低中速一で力強くなっている。また、エアボックス形状の変更、湾曲型ラジエターの採用や冷却経路の取り回し変更など、SP 系の部品や手法がストラーダにも取り入れられ、燃料噴射の制御機器が新型へ進化したりしている。SP5 は前年の SPS と同じ、シリンダーヘッドやカムシャフト、 カーボン製サイレンサーなどの部品も採用。ストラーダと同じく新型の燃料噴射制御機器を採用し、最大出力 118PS を発揮している。車体はストラーダでは前年とほとんど変わりはない。フレームは再び銀色塗装になり、前述のエアボックス形状変更に伴って、フレームの左右をつなぐ補強パイプが省略された。前後ホイールと、 タイヤや前後サスペンション、前後ブレーキは前年を踏襲する。SP5 では前側サスペンションがオーリンズ製から昭和製の前調製式へ、後ろ側ブレーキがフローティング式、キャリーパーマウントへ変更されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。